船塚古墳は、愛知県庭郡府総長高尾にある古墳。形状は円墳。町の史跡に指定されている。古墳時代後期の築造と推定される。案内版府総長には、高尾をはじめ茅森、斎藤、高木、三名などに古墳がかなりあったと伝えられている。茅森の元気塚も、明治の頃には大きな塚であったが、次第に崩壊し、石室の岩が3個。 先週院の庭に残されているだけである。そうした残り少ない古墳の一つが、この船塚古墳である。基礎川の分流であった一の枝の東に沿った自然堤防臭場に築かれているが、この川筋の対岸1キロメートルばかり、下流の西側に沿う自然堤防臭場に前備神社の古墳があり、東方に長泉塚古墳があることなどから、 この辺りが古墳時代の不装地域における豪族の勢力圏の中心であったと考えられる。大正末期までは前方後円墳の立派な形が残っていたというが、前方部の土が削り取られて道路ができ、後円部だけが残って、それも大きな岩2個が露出し、1個は半米の真下に渦もれている。現在の後から推定すると、幅の最大は30メートル、長さは 約50メートルに及び、大庫この地方に、勢力のあった豪族の墓であったと考えられている。1960年頃までは、船塚古墳の15メートルほど北に、古墳と思われる円形の塚が2基あったというが、現在はない。この2基の塚については、船塚の倍長ではなかったかとするほか、船塚古墳の墳丘の一部だったのが、 前方公園墳の中央部の土が持ち去られたために、二つの円墳として残ったとも考えられるが、明らかでない。1974年10月22日、不創調指定文化財に指定。これを機に町によって修理された。墳形不明で直径は約13.0メートル。高さは約3.0メートル。この地方の6から7世紀頃の豪族の墓と考えられており、 元々は推定百数十件に及ぶ前方公園墳で言い伝えでは明治の中頃までは型が残っていたとされるが後に道路を敷くため前方部が作平され現在は公園部のみが残っている頂上部の土の下には大きい岩が間近にあると言われているこの岩は被葬者の棺を収めた室すなわち原質を構成する岩ではないかと考えられている 現在、墳丘の周囲は削り取られ、公園部の直前部に当たる箇所は細い道が通じているが、削り取られたところに、原室を構成するのではないかと考えられる。活石色の岩が露出している。現在の形から推定すると、本来の幅は最大30メートル、長さは50メートルに及ぶと考えられる。なお、愛知県遺跡分布図では、船塚古墳を、 三宅古墳としているが、別物という話もある。最後に、天保十二年うしとり月に書かれた、下付村の地図によると、船塚弁天方、百五十坪、五年口と記され、船塚なる名称を示している。また、船塚を、船塚と記している場合もある。現状は、古墳級に、下詞の古木が彦コバを出して伸びている。なお、付近に小古墳が二箇所。 少し離れた北海道にも小古墳が3カ所存在していたが現在破壊されてなくなっている。船塚古墳及びその周辺から若干の土器が出土しているが副葬品であったかどうかはわからない。ありがとうございます。